免許証、やっぱりそろそろ、もう、どうだろうなぁ。あと2、3年、次の免許証の書き換えの時には、もう、免許証、返済しようか、返そう、返そうかななんていうふうに僕なんか思ったりするんですけもう今車はね、すごい気に入ってる車がも乗ってるんですよ。ああの、 な、なきね、あの、友人の、えー、むしゅかまやつの遺言だと思って、この車に乗ってるんですけどもね。あの、それで一番最初に乗った車はね、振り返ってみるのもいいさ、道草くのもいいさ、僕らの旅は果てしなく続く、時には疲れた体を、誤解によく耐えて、これね、 あの、どこまで歌うんだろう。だいぶコード間違ってましたけどね。あの、スバルレックス。これに、まず最初、これに乗ったんです。え、これはまあ、いただいたっていうのが、あれですね、スポンサーにいいその次にね、えー、ホンダシビックに乗ったんです。えー、ここまで国産の車に乗ってた。えー、三代目はね、ジャガーのね、XA6 っていう車をね、中古でね、 たまたまその中古屋さんの前通り変わったら、水色のジャガー XJ6 が止めてあった。あ、いや、かっこいい車だなって言ってね、その時ね、あの、いやいや印税がね、あの、だいぶ入りかけてきててね。<laughs> それで、なんか俺、ちょっとお金持ってんなっていう気分になったので、これくださいみたいな感覚で、ジャガー XJ6。その次にね、えー、今度はちょっと少し、あの、カジュアルになって、アメ車の、 フォードムスタング乗ったんですね。で、その後にね、アウディの50っていうやつに乗ってね、その次にね、BMW の 320i っていう、昔の320、今の320と違って BMW、320i っていうのを2台乗ったんです。あの、1台目は普通の、2ドアの、えー、車だったんですが、えー、2台目は上がオープンカーでね、あのー、 ほろばりのやつでオープンだったんですが、二代目の BMW サニーマルアイではね、あの、当時の事務所の社長をやってたね、ゆうくんとね、二人でね、四国まで、あの、BM とこの BMW でオープンで四国までコンサート行ったことを覚えてますけどもね。それはその次にね、ベンツの 450SL っていうね、あの、グリーンの車に乗って、これはあの二人のね、ベンツのまあ、 えー、なかなか高級な車です。いい車ですけどね。その後、同じベンツの450の SL の真っ白のやつに乗ったんです。で、もう車は結構なんかいい車に乗ったし、いろんな車に乗ったなと思ってて、あと、なんだろうなと思った時に、やっぱり、えー、ポルシェ、これ、ちょっと乗んなきゃなっていう気分があって、 で、ちょうど、えー、家も寿司に、えー、引っ越した頃だったんで、えー、寿司と東京行ったり来たりする間にするときにね、高速道路、えー、ポルシェで走りたいってい、ポルシェの、えー、924っていうわざわざ、その911を買わずに924なぜか買ったんですがこれが可愛い車だったんですよ、ね。あのデザインがね。これ今もうないですけどね。ポルシェ924っていうのって、これでね、 ポルシェで、あの、あの、横横、横浜横須賀道路をね、あの、高速をね、走ってるとね、僕の横をね、あの、ダンプが追い抜いていくんだよ。<laughs> だから、僕はポルシェに乗ってるのにの、追い越さないでよ、運転手さんって言いたくなるのが、トラックが、トラックがポルシェを追い抜いていくっていうね。 で、俺音楽聴いてるのがハワイアンなんだだからすごいのんびり、ポルシェに乗ってると思えない運転で、のんびりハワイアンキラらチーンタラチーンタラやってから、たぶもう、あのトラックの運転手さんが何ずっとグズグズしてんだよとか言ってと、こうね、横抜いていきましたけどもね。それからね、えー、その後、おー、キンキキズのね、こうちとね、 小一君はあの車のこと非常に詳しいですからね。で、車、まあ、好きですからね。いろんなこと。で、ジープに乗りたいんだけどなっていう話を僕がコ一にしたらね、あの、いろいろ、いろんなジープの車を、あの、言ってくれてね、その中でね、あの、国産スズキジムニーっていう車ね。あの、ちっちゃい車で。かわいいんです。これ、タコロハンどうでかとか、関 <laughs> 西弁で、ね、どうでか 言われああ、そうだな、かわいいな、これな、で国産だし、ちょっと俺、ずっと左ハンドル多かったからな、右ハンドルどうなんだろうな、大丈夫でんかな、乗れまんがな、まんがなって言われたらね、えー、買わなきゃいけなくて。それで、鈴木ジムに乗って、えー、で、乗ってるうちに少し狭いっていうことにて、 いう気がついて。これあの、よく、まだこの頃ね、つまごいっていうところにね、あの、レコーディングの、じゃない、えっと、ツアーのコンサートーとかのね、リハーサルとかでまだつまごいとかに行ってる頃なんで、ちょっとつまごいまで2時間の運転はね、ジムにきつかったりと。それでその後ね、 えー、ジープラングラーっていうね、あの、アメシのラングラー、ジープに、やっぱこの頃ジープに凝ってました。ラングラーに乗りましたけども。これはもう、車の色を塗り替えてね、全部ハイライトみたいな車なので、みんなからハイライトと呼ばれてましたけどもね、タバコの、えーえー、ジープラングラー。その後、あの、同じ、あの、あれでもね、あの、ジープでも、まず、かなり高級な、えー、ベンツの、えー、ゲレンデバーゲン、GL ですね。 GLA ですか、えー、ベレンゲレンデバーゲンに乗って。これが一番長くなったのかなあの、ずっとゲレンデで。あの、これは結構いい乗り心地のいい車でしたね。えー、そしてその後、えー、急にあのコンパクトな車が欲しいっていう気分になって、アウディの A1 っていうね、あのちょうど女子のサッカーが日本世界一ワールドカップを取った時に、アウディが全全女子選手にプレゼントした車。 アウディの A1、えー。僕、半年も乗らずに、売っちゃいましたけどね。<laughs> その後、BMW の 116i。な <laughs> んでこの車を買ったかもう今、今、なんかよくわからない。BMW の 116i っていうの乗って、そして、今の車にする前に、釜まさんに、釜まさん、こんだけの車に乗ってたんだけど、 俺、最後になんか、最後にっていう感じなんだよね。で、免許、年齢的にもね、って言って。そしたらね、拓郎ねの、の、やっぱ君乗ってない車がいつであるよ、とか言って。僕の好きなさ、 わかるでしょう釜安博士といえば、この車っていうのね。ああ、そうか。むしろその車、どんな感じなのとか言ったら、いいから、乗ってみな。絶対拓郎に会ってっからさ、って、なんかそういう世界があるよって言われて、えー、それにしたんです。それにして、えー、今に至ってるんです。この車はですね、えー、今、駐車場に飾ってある、おい <laughs> 飾ってある状態で、ほとんど乗らないんです。車に乗らないっていう話がしたかったんだ。 <laughs> 思い出した。ありがとう、諸君。それで、乗らないからタクシーによく乗るんだよ。っていう話がしたかったのね。ごめんね。それでね、あの、タクシーによく乗るわけ。それで、タクシーに乗ると、その、見かけないタクシーが東京都内にすごく増えてきたわけ。そのタクシーが、変わりつつあるのは、色がね、濃い濃紺濃紺で、屋根が、 ぐーンと高いんです。今までの、その、いわゆるタクシーとは違って、あの、背中、屋根が高い。で、ちょっと見たことないデザインで、ちょっとデザイン変わってます。とにかくこの天井が高くて、窓も大きいんです。そして、えー、これを、あの、なんでこういう車が東京都内に増えてきたかっていうと、えー、東京オリンピックですね、ここを目指して見据えての外国人旅行者対策としてまず考えられてだから、 外国人の旅行者、観光客とか大きい人が乗り降りしやすいように、こう屋根を高くしてあるんです。で、窓も広いんです。で、まあ、だから、個人タクシー以外の車っていうのは、オリンピックまでには、ほとんどのるタクシーが、っていうか、まあ100%、オリンピックまでには、この、あの、車種になってしまうんだっていうことを、僕は運転手さんと、その、運転手さんと会話で、ね、よく僕タクシーの中でね、運転手さんと話する男なんですけど。 よく話しかけられるんだ。俺、なんだだろう。そういう顔してんのかな。こう、バックミラーでボールの噛みたら、話しかけたくなる顔ってあるかな。俺、時々ね、カメさんに言ってんだよ。どうだ大谷君に似てないかって。<laughs> どこがっていう感じだけどね。だからね、とにかくね、その、このタクシーの、あの、いいところはね、まずね、乗り降りがね、あの、 いわゆる観音開きっていうか、こうバーンって開くドアじゃなくて、スライド式です。乗り降りが。ですから、タクシーがギリギリ、こうなんかガードレールとかに、こう寄れる、左側により、より、やすい、寄りやすい。ね。で、スライド式なんですよ。これなんかね、意外と乗ってみて乗り降りしやすいです。ちょっと、あか、扉が開き切るまでに時間がかかるって運転手さんも言ってました。ちょっと遅いんだよねって言ってましたけども。まあでも、スライド式なんです。そして、 あの、えっ、ー、と、客、後ろの座席も広いです。天井が広いですから、まああ,のまあ当たり前ですけども、それから横もちょっと、横も広いのかな車幅なんかはどうなんだろうなそこ,そこ聞かなかったな。それからね、あのエンジンが、いわゆる FF っていう種類のやつらしいんだから、 あの、真ん中を走ってるね。よくタクシー、と乗用車の真ん中に、ええー、あるじゃない。何にあの、こう、突起、突起があるじゃない。あれがないからさ、足元がす、こう、平らなわけよ。ね、後ろの座席。だから、あの、後ろ後部座席で、こう、座った時に奥に詰めようと思っても、こう、ま、うんとこう、またがなくていいっていう。これいいなと思う。そして、後ろのシートはね、冬はヒー、ヒーターが入るんです。えー。で、 このヒーターが、こう、気持ちいいから寒くない。で、運転手さんに、このヒーターなんかも、あれですかやっぱり、あ、俺が運転手に話しかけてんのか <laughs> だから、だから、そうだ。<laughs> 運転手さんあれですか 歌と同じだね。運転手さん、運転手さん。あ、これ、評判いいでしょうとか言ったら。それがね、お客さん。あの、たまにね、まあ、まあまね、99%の人は気に入ってくれるんだけど、1%ぐらいね、暑いじゃないか、若いやっていう人いないことがいないんだよって、ああいう話を聞きましたけどもね。運転手さんに聞いたら、この車種はね、 この、このメーカー一社が作ってるタクシーで、えー、このメーカー一社のだけのタクシーに東京は、 なってしまうらしいです。もちろん個人タクシーは別ですけども、えー、どの会社も、タクシー会社も、この車種に揃えるんです。で、この車種は、この運転手さんはタクシーの、これ、これ、なん、なんていう車種なんですか例えば、あの、なんとかとか、えー、クラウンとか、スデリックとか、いろいろあるじゃないですかって言ってた。これはね、ジャパンタクシーっていう車種なんだぞって、な <laughs> んでもないですねっていう感じだったんですが、これはジャパンタクシーという車種らしいんですよ。ええー。これはまあ、 あのー、車種としては、だから、こういう車はタクシーでしか見られない。ね。え、何回か乗りましたけどもね、あのー、非常に広くて乗り心地良かったですし、えー、僕は気に、気に入りました。すごくこのタクシーになるので、なんか乗ってって気分いいです。で、これ、僕ちょっとね、何かを、何かを思い出したんで、運転手さんにね、聞いたんですよ。運転手さん、運転手さん。<laughs> またこの歌みたいですけどね、運転手さん。これ、もしかしてこれ、ロンドンのあのタクシー、 運転手さんご存知ですよねって言ったら、あ、ロンドンのあの黒いタクシーねって言う。そうそう。あれをちょっとこうなんか意識してないって言ったら、ああ、私も詳しいことはわかんないけど、メーカーがそうしたかもしんないね。そういえば、ロンドンを走ってるあのタクシーに少し似てるかなそうね、四角い感じとかね、箱型でね、天井高い感じとか、似てるかなっていう感じがあって。東京のタクシーはですね、変わるんです。東京オリンピックまでには、ほぼこれになってしまう。 だ今、なんかね、タクシー乗ろうとして、例えば、道路とかでですね、タクシーを拾おうと思っても、やっぱりあの車がこう来て欲しいんだけど、違う車に乗りたくなくなっちゃってる自分がいるんですよ。なんかね、あの、背が高くて、これはだけど、東京だけじゃなくて、あの、ずっと地方にもこういうふうになったらどう、したらどうなんだろうね、メーカーはね、タクシー、 広い方がいいよ。後ろの座席がほんと快適なんだからさ。うわ、そうだ。エアコンもね、運転席の横からノーエアコンじゃなくて、客席の上にね、こうついてんだよ。だから、自分の真上からエアコン、あの、冷房とかが、風が出てくるから気持ちいいよ。よくできてんのよ。いろいろね。だから、よくできた車だと思うんだけど、ジャパンタクシーに東京は変わりつつあります。これね、ちょっとした最近のニュースだなと思ってます。吉田拓郎、ラジオじゃないと。 さて今日の1曲目はね皆さんからのリクエストをまた今日もお送りしますが「東京のタクシーは今夜もまた」「金の川を飛んでいく」「行くものるものを乗せながら」 これからいよいよなんか面白くて楽しくなってくるな、人生っていう感じで。